はい、皆さんこんにちは、畑中和です。今日はですね、胸の内側をすべて網羅できるケーブルトレーニングをご紹介したいと思います。今日はつきにくいですね、この胸の内側、肩甲の胸骨の横のあたりですね、この部分を上中下3つに分けつつ、その3つを1つのエクササイズで網羅してしまう優れものなので、ぜひ、ね、ジムトレされている方はぜひやってほしいなと思います。まず大胸筋全体としてはこのように、大胸筋の上部繊維、中部繊維、下部繊維と大きく3つに分けられます。で、この3つの中でもこの内側を狙いたい場合っていうのは、絞り込むっていうことがすごく大事です。この絞り込むっていうのは、例えばバーベルでベンチプレスやってもなかなかこのね、最終可動域で絞り込むことができません。ただケーブルだとここからグーッと持ってこれるので、絞り込む動きができて、この内側に引きやすいんですね。ですので、この絞り込む動きが内側をこう作るポイントになります。で、例えばこの今度上側の上部繊維の内側だったら、上部繊維をこう伸ばす、鎖骨から斜め下方向に伸ばしてギュッと、イメージ的には屈曲方向、屈曲内転方向に持ってくることで、最後絞り込むことでこの上でも内側が開かれる。で、胸の下、この内側でも下の方は今度は内転を意識していく、内転を意識していくことで、この絞り込む、最後絞り込むことでこの下側でも内側が効いてきます。これをこのケーブルで網羅していくという動きです。どういうことかというと、片足を前にします。ここから胸の筋肉をしっかり伸ばしたところから、まずは上、ここで絞り込みます。この時にこの内側を意識します。胸の上でも内側絞り込む。今度は真ん中も絞る。この肘と肘をつけるような意識。ただ肩甲骨をこう丸める、外転って言って猫背のように丸めていくと全然効かないので、肩甲骨はね、しっかり寄せて、背骨に寄せたまま動かないようにしたまま絞る。これで内側切ります。今度は下側ですね、内側でも下側、今度はさっき言ったように内転方向に持ってきて絞る。これもこういうふうに丸まらないように、肩甲骨を背骨に寄せたまま内転、肘と肘を近づけ内転、こういう動きをすることでこの内側でも下側で、これを連続で絞り込む、内転、絞り込む、また下の方ですね、恥骨の方に持ってくる、上部を絞る、中部を絞る、下部を内転に絞る、上部というふうに行っていくことで、上中下の内側を満面に鍛えていきます。で、あとですね、肩甲骨をかなりコントロールできる方では、今私はここで止めたんですけど、例えば上部だったらここで止めましたけども、肩甲骨を寄せたまま動かせるっていう人はぐーっとこう交差させることもできます。交差させるとどんどんこういうふうに持って上がるので、さらに絞られます。ここで終わるよりもここまでいった方が、さらにこの上部でも内側入ってきます。肩甲骨はこういうふうに外転したらダメなんですけども、肩甲骨を寄せたままギューッと持っていける人であれば、この肩関節柔らかい人であればクロスしてもらえたらかなり効いてきますので、こっちのチューブもここで割るんじゃなくて、肘と肘をこう近づける感じでクロス、もう分かります、ここが効いてますね、ここはね、これを鍛えることができます。この内側をね、絞り込むという動きが大事ですね。下部も一緒、内転で絞る。これを肩関節が柔らかい方は、肩甲骨をね、コントロールできる。寄せたまま肩関節だけを寄せれる方は、ぜひね、このクロス、絞り込みまくるようなイメージでやってほしいと思います。はい、これはね、かなりケーブルトレーニングおすすめですので、まあ、ベンチプレスとか、まあ、バーベルインクラインとか、そういった種目を終わった後に、ね、最後、私は結構ね、締めに持っていくことが多いんですけども、趣味に使ってもいいですし、まあもともとね、この内側を始めからやってもらってもいいかなと思います。今日は
上中下、この内側をね、すべてもらえるケーブルトレインをご紹介しました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。